泉さんです。大泉さん、おはようございます。おにぎり温めますかです。おはようございます。いや本当に、ね、次から次に忙しいよ。今僕話してたの見てた。ちょっと今目線でよく入ってくるね、そのタイミング。僕今話してました。監督と、あれちょっと見てごらん、あれ監督です。あれ監督、よくちょっと寄ってくれる、よく顔に寄ってくれる、顔赤いから。日焼けだね。日焼けですか。飲んでんですね。いや言い分がいいんですよ。いや仕事が昨日の撮影終わりで飲んだってわけ。昨日の撮影終わりって数時間前だから。朝の多分3時ぐらいでしょ。3時4時ぐらい。3時？朝の3時に終わって飲んだ。仕事終わりで飲んだんですって彼は言うわ。今日もこれ早朝の撮影ですからね。朝から撮影前に飲んできたみたいな言い方してるけど、僕は昨日の撮影終わりに飲んだだけなんだ。ただその時間の間が3時間ぐらいしかなかった。だから飲んじゃいけない日なの昨日は。撮影終わって、いやお疲れさんって飲んじゃいけないんだよ。3時間後にまた撮影なんだから。